はーい、ただいまー。やっていきましょう。風来期ですね。そして、はぁはぁしてるとこから始まりました。はぁはぁ。俺は、遠ざかろうとする相手を、必死に追いかけて、走っていた。夢かな？夢かな、これ。走っていくのは、俺が一番好きな、誰よりも会いたかった相手だった。いくら走っても、追いつかない。それどころか、どんどん離れていってしまう。会いたかった相手、お母さんか、お父さん、お父さんではないよね。父親ではなくて、母親か、あいつ。どっちかな。でも、あいつって男だよね。母親かな。足が重い。透明な網に全身を絡め取られているかのように、体が言うことを聞かない。俺は、走り去ろうとする相手に向かって、必死に、その名前を叫ぼうとした。その時。いるか！あ、違う。違うか。気づけば、俺は全身汗まみれで、シラフから飛び起きていた。タッチの悪い夢。だぜ。まだバクバクと苦しい胸を押さえながら、俺は深呼吸をする。うっすらと、肌寒い夜の空気の中で、少しずつ呼吸が落ち着いてきた。あんな夢を見るなんて、旅の終わりが近づいて、感傷的になっているせいか。そろそろ、蹴りをつけなきゃ。こんな中途半端な気持ちに、さ、失ったものに対するネガティブな感情が、今もなお、こうして溢れそうになるのを、俺は自覚していた。そして、それを乗り越えるべき時が、時が自分に来ているのということも、呼吸が整うのを待って、俺は自分の心の中を整理しようと決意する。辛く、それでいてどこか甘い痛みに取り込まれないように、過去への思い、決着をつけるため、俺は、すべてを思い出していった。お、来る！過去話編、過去編来る！過去回想編来る！13巻全部使って、過去回、回想編来ました！はい！俺が旅と北海道にこだわるようになったのは、大切なものとの別れが強く影響している。昔、旅の中で出会い、愛し合った一組のカップルがあった。ああ、じゃあ、母さんのことかな？この感じだと。これ父さんと母さんのことだよね。二人は旅を続け、いつしか結婚を決意するようになったのだけれど、それは、とある事情で許されなかった。ロビジュリ。けれど、周囲に反対され、妨害されながらも、二人は旅を続け、ついには、オーロラきらめく、アラスカで結ばれた、アラスカ？アラスカ行ったよ、あれ？北海道走ってじゃないの？そのプロポーズを受けた瞬間に、彼女の最高の笑顔を写した写真は、新工程の写真部門で高く評価された。親父と母さんの話だね。そんな我が子の笑顔を見て、彼女の両親は何も言わなくなったらしい。こうして駆け落ち同然ではあったけれど、二人は結ばれ、やがて子供が生まれた。それが俺だ。親子三人でむつまじく、暮らした時間は長くは続かなくて、お袋は俺が10歳の時に病気で死んだ。そして俺はあいつに出会った。その後俺はあいつに出会った。どこに行くのも一緒に過ごした俺のかけがえのない相棒だ。けれど、中学2年の初夏、あいつの両親の離婚騒ぎがあって、俺たちは離れ離れになるかもしれなくなった。それをどうすることもできない俺たちが、藁にもすがる思いで見出した答えは、ある雑誌の小さな記事にあった。それ親父の記事ってこと？北海道で見えたオーロラ。そういうこと？オーロラ見に来た？親父とお袋がかつて目指し、その元で結ばれたというオーロラ。でもアラスカでしょ？それが北海道で見られるかもしれないと、記事には書かれていた。なるほど。夏休みに入ると同時に、俺たちはわずかな金と寝袋だけを持って家を飛び出した。鈍行列車を乗り継ぎ、金の足りない分はヒッチハイクをし、警察や大人の目を逃れながら北を目指す。そんな逃避行の旅だった。夜は田舎の町の神社のお堂の下に潜り込み、互いに語り合って過ごしたっけ。夏？初夏か。そっかそっか。夏か。まあ冬だったら大変だけど、夏ならまあ、寒さも、寒さ？冬だったの？オーロラか。冬か。怖さもなくて。ただ、二人だけで北を、オーロラを目指すことが嬉しかったんだ。けれど、その旅は4日目にして、青森のフェリーターミナルで終わりを告げた。あいつの両親が捜索願いを出していて、俺たちは警察に保護されてしまった。ああ、
そんなに警察早く動く？別件まで、別の件までね。結局俺たちは北海道を目の前にして渡ることは叶わなかったんだ。まああれか、普通に補導されたのか。子供だけでいたから、そういうことか。あー、じゃああいつ別に死んだわけじゃないのか。バイクに対して言ってるけど、離れ離れにされたってことか、離婚とかで引っ越してって。もっとも全てが無駄というわけじゃなくて、予想外に嬉しいこともあったんだけど、この事件がきっかけなのか、あいつの両親を離婚せず、おー、俺たちはいつもの生活に戻ったんだ。そっか、子供が嫌がってるっていうことを親が理解してくれたのかな。うん、意味はあったね。その後あいつは満面の笑顔で、オーラのご利益あったね、ご利益あったね、嬉しそうにそう言った。あれは俺たちがもっと輝、最も輝いていた今は遠い季節のことだ。あれ、回想編終わった？ちょっと、え、15巻に続くの？15巻に続くの？ふう、やっぱり思い出すと胸に熱いものが込み上げてきちまうな。あいつがいてくれたから俺は毎日が光り輝いていたし、あの笑顔の隣は俺の最高の場所だったんだ。俺たちをバイクに例えるなら、俺が地面を蹴る後輪でそれをコントロールする前輪があいつだった。なるほど。あ、そうですか。そうですか。なんか、例えがロマンチストやな。さすが終わりさん。さすがだな。どちらが欠けてもダメ。そんな関係だったと思ってた。けど、俺はもう一度深く息を吐き出し、ゆっくりと頭を振った。旅の終わりは近い。北海道を離れるその前に、俺はまだやり残したことがある。どうしてもそう思えるのだった。これ25日目とかに続きが来るかな。そんな気がする。よーし、ちょ、これ違ったな。よし、いよいよ最後の週だぜ。俺は少し早めにテントを出て、寝起きの体に気合を入れる。北海道で過ごす3週間が過ぎて、残りも少なくなってきた。残りもなくなってきた。この旅のゴールは近いんだ。正直勢いだけで飛び出してきたこの企画もどうにかここまで続いている。読者に支えられながら俺は旅を続けている。その集大成を胸を張って誇りながらゴールを通過したい。ふと俺は自分の左腕に目をやった。スカーフ、俺だけのおまじないバナナか。赤いバナナに向かって今の自分の精一杯の気持ちを口にしてみた。俺、後悔したくないからさ、この旅できっと見つけてみせるから、俺の最高の場所をきっとさ。おっと、おとつい、おとついに、ついいや、おとついについてたメールで編集長からの助け舟が出てたっけな。あれ編集長だったの。春別湖で川歩きをしてこいって。特に予定もないし、大勢に従うのもいいかもな。はあ、え、じゃあ行こうか。それで1位が取れるってこと？てかどこ、春別湖ってこっち側じゃなかったっけ。なんかこれじゃなかったっけ、この辺じゃなかったっけ。これ見る、こっち、こっち、じゃああれ湖だよね、これじゃない、これじゃん、遠っ。ここか、遠いな、遠いな、これ。はい、じゃあ出て右かな。いや違うな、出て右左か。とりあえず右左、とりあえずじゃあ助け舟に乗ろう。もしかしたら夏ちゃんとか冬ちゃん、滝川さんいるかもしれないし。滝川さんで合ってるよね。滝沢さん、ちょっと覚えてないね。だいぶ向かいすぎて。出て、右で、左。ちょっとまっすぐになるよね。あ、右ね。今日はスタミナあるからね。で、これはまっすぐでいい。まっすぐ行くのでいいね。まっすぐでいいね。今の背景だと正面なかったけど、とりあえず道なりで、これもまっすぐ、基本まっすぐでいいんじゃないかな。そうだね、あとは道なりに行って、春別湖着くよね、大丈夫だよね。結構移動早いから割と。わーい、間違えてる、わーい、間違えた。あー、戻った方がいいかな。ここ3地点しかないから早いもんね。
U ターンして右ね、 U ターンして右して左、 U ターンして右がないんでまっすぐ行って、うえ？ここ左ってこと？これでいい？合ってる、合ってるね、 OK で、ここ早いからまっすぐ行って3地点で行けるんで早くて左か、左ね。であとはほぼほぼまっすぐじゃない？一応見とくか。はい、行けてるね。でこれは、左行って右、はい、じゃ左、あれ右だった、右行って右だって、なんかダートめちゃ入ったけど、ダートめちゃ入ったな。戻って右か、これを右か、合ってるよね。あーやばいな、合ってるね。で、しばらく道なりに行って右見えてきたら右に、これは橋の上からね。そうだね、おお向かい火になった。で右で、もう着く。あれあれ道が、あれ道が荒れてきたぞ。あれ、あ、合ってるよね、合ってるよね。クッケッケで、次が春別湖が来るんで、これ、オッケー、バッチリ。やっぱスタミナあるとかなりいけるな。やれやれと。しかし、おやすさんもいきなりだよな。あ、編集長っておやすさんのことか。だいたいリバーウォッチングなんてどこでやってるんだ。こんなところでぼやいててもしょうがないか。あそこの売店で聞いてみようと。すいません、あ、汎用おばちゃんね、汎用おばちゃんね、はいはい、なんでしょう。すいません、ちょっと聞きたいんですけど、この辺にリバーウォッチングっていう川歩きの案内をしてくれるところがあるって聞いたんですけど、ご存知ないですか。ああ、それならこの道を少し戻ったところでやってるわ。戻る？でもあなた予約してあるの？え、予約ですか？え、それはちょっとこの時期は結構混んでるから予約してないとできるかどうかわからないわよ。おばさんの権力で入れてあげようかしら。そうなんですか。でもまあとりあえず行くだけ行ってみます。どうもありがとうございました。いえいえ、それじゃあね。結構めちゃなところらしいけど、とにかく行ってみるしかないか。ああ、じゃあ一応戻っとこう。え、戻れってこと？あ、やべ、適当だった。戻れってことなのか？ん？あ、これでいいのか、これでいいのか。さてと、じゃあ準備はいいですか？初めて、初立ち。はい、誰？はい。あ、俺、行けたんだ、普通に予約なし。土産物のおばちゃんに聞いた後、俺は大急ぎで、リバーウォッチングの事務所を探し出して、飛び込みで参加させてもらえないかと交渉を行った。結果、運よく一組キャンセルが出た、とのことで、参加できることになり、ウェーダーと呼ばれる胸まである長靴、魚屋さんのあれだを四角しながら履いて、胸まである長靴、いや長靴のイメージはあるけど、そんな長いの？胸まであるってやばくない？え、もうそれ上半身生きてるでしょ。だってえ、たった今リバーウォッチングのための準備を整えたところだった。それでさ、今時魚屋さんがないから、ね、そんなもうスーパーに取って食われてるからね、この時代。川の水は冷たいから、こけると大変なことになるから気をつけてくださいね。まあ、でもあれか、海沿いだとあるかな。わかりました。よし、じゃあ早速行きましょうか。リバーウォッチングって何？川を上がっていくとかそういう感じ？そういうことかな。どう？足元、冷たいでしょ。この八重別川の水温はね、一年中ほとんど変わらないぐらいなんですよ。ええ、プールなんかより全然冷たいですね。ヤンベツっていうのはね、アイヌ語で冷たい水の流れる川っていう意味なんですよ。ああ、長い意味だね。ヤンベツって一言でそんな長いんだ。アイヌの地名はみんなそうした土地の様子を素直に表したものが多いんです。へえ、なんだっけ、ハゲ山？山ハゲ？ハゲた山みたいな。裸の山みたいな感じ。じゃあ、もうちょっと上流に行きましょうか。おお、いいね、これ。めっちゃ案内の立ち絵の人は釣りしそうな感じだったけど。じゃあこの辺で一度箱メガネを使って水中を覗いてみましょうか。あー、なるほどね。多分足元近くにもたくさんいると思いますよ。何が？魚？
本当っすか、どれどれと。あ、いるいる、なんかちっこいやつらがわらわら泳いでるよ。いるかいるか、この絵だとわからんな。その辺の小さなやつはヤマメとかおしょろコマとかの幼魚ですね。生まれてから数年はライバルのあまりいない川で育って、それから先は湖に出て行って大きくなるんです。大きいのはニジバスかもしれませんね。ただこの時期のニジバスは繁殖期を過ぎていますんで、あまり綺麗な色をしていませんが。あ、繁殖するためにメスの気を引くために色変わるんだ。ニジバスって綺麗になると、繁殖期になると体中が好印色と呼ばれる虹色に染まって綺麗ですよ。いろいろな種類の魚がいるんですね。あとこの湖と川にしかいないミヤベイワナという種類の魚もいますよ。ミヤベイワナ、はい。そもそもオショロコマというのはイワナの亜種なんですが、ミヤベイワナはこのオショロコマが地殻変動などでこの峻別湖に閉じ込められてしまって、独自の進化をしてきた種なんです。だからミヤベイワナは天然記念物に指定されていて、峻別湖以外の場所には住んでいません。そのため峻別湖では年に1回の調査のための釣り以外は釣りができないんですよ。あ、そうなんだ、保護されてんだ。なるほど、そんな珍しい魚の住む湖に川だか住む湖に川だからこそこんなにたくさん自然が残っているんですね。湖に川だからこそ。でも近年河川工事のために上の方で人工的に流れを変えてしまいました。だからこの川もだんだん死にゆく川なんです。この川がそうなんですか。でもとてもそうは見えませんね。あー、これ今の20年後の今になるともうなくなってたりするのかな、干上がっちゃったりしてんのかな。疲れましたか。いえ全然、面白くってそれどころじゃないです。本当にテレビで見るような自然の姿がこんなに簡単に自分の目で見られるんですね。そうですか。実は温かい紅茶を持ってきてあるんですよ。ここに入れて休憩しませんか。紅茶持ってんのこの人。でも水筒入れてるってことか。あ、そう。これ1対1だろ、ツアーじゃねえよ。他の人たちもいるじゃない。全員分の紅茶持ってんのこの人。全身に紅茶仕込んでんの、紅茶マスター。あ、いいですね、いただきます。俺だけじゃないし、じゃあそっち行って座りましょうか。ペアで動いてるのかな、この教官みたいな人。そうですね。ああ、話したの、びっくりした。そういう感じか。実は私思い出の場所を探してましてねみたいなことを教官の人が言うかなと思ったけど。じゃあバイクで北海道を巡ってインターネットの記事にして紹介してるんですか。なかなか面白そうな仕事ですね。いや、俺なんかまだまだ。俺の方こそこうやって自然の中でそれを守るために働いているなんてかっこよくて羨ましいですよ。かっこいいですか。単に自分はこの生き方が一番合ってるからしてるだけなんですがね。そっか。じゃあそろそろ帰りましょう。帰りはちょっと細い方の川を行きますから足元に気をつけて。はい。やっぱ11なのかなこれ。11でペア組んでやってる感じなのかな。他の人出てこないよ。他の人は他の教官と一緒に上がってんだ。おお、倒木をまたぎますから気をつけて。いや、ちょっと待って、またぐレベルの倒木じゃねえんだけど。これ乗り越えるレベルなんだけど。はい、これそういうレベルの倒木。あれ、こんなところに道。この道なんかもそうなんですけど、いろいろなところに獣道がありました。この辺りは熊とかはいないですけど、鹿とかがよく川の水を飲みに来るんですよ。鹿ですか。ええ、ほら、そこに鹿の毛の一部が転がっているでしょ。え、これがそう、真ん中あたりになんか鳥の羽みたいな。わあ、本当だ。上流からこの近くに水を飲みに来て死んだ鹿のものでしょうね。なんか容赦のない自然って感じがしますね。自然の中では死はごく当たり前にそこに存在していることなんです。まあ、そうだよね。人間社会ではそうではない。うーん、どうだろうね。いつ交通事故に遭うかもわかんないしな。そういう意味では生き物はいつどこで死ぬかわからないんだから、死ってのは容易に訪れるものだけどですね。こうか人間にとっては死は悲しすぎることのようです。ああ、向こうで雲が空を越えていきますね。ちょっと待って、めっちゃ深くなってるけど、川めっちゃ深そうだけど大丈夫。どうした、本当にやってる。俺を
武器山奥に連れ込んで殺そうとしてないか、大丈夫か、尾張さんを。うわすごい、雲が山を乗り越えて湖に流れ込んでる。雲の大爆風だ、大暴。さすがは北海道はスケールが違うというか、こんなの初めて見ました。もうすぐこの辺りも曇りか雨になるのかな。雲だか煙だか分かんないけど、ここまで来ちゃう。さてそれでは今回のリバーウォッチングは終了いたします。楽しんでいただけましたか。ええ、十分堪能しました。それは良かった。ではまたいつかお会いしましょう。はい、ぜひ。さようなら。さようなら。しゃあ、とりあえずこれでおやすさんの命令のリバーウォッチングの取材は済んだし、また元のぶらり旅に戻れるぞ。しかしおやすさん、さすがおやすさんだな。東京にいても変なところに鼻が利くんだから、予約ぐらいしといてくれてもいいんじゃね。けどまあ今度いつまたおやすさんの命令が来るかわからないけど、今度はもう少し色っぽいものを選んでくれるといいな。そうだね、混浴とかね。混浴とか選んでくれるといいな。まだ全然スタミナあるね。スタミナはあるけど、動画時間はいい感じだった。じゃあ一旦ここで休憩しよっかな。はい、じゃあここで一旦休憩します。はーい、待ってこれ時間制限あるんだ。ちょっと次のとこ行ってからにしよう。適当に進みます。適当にこう、ほい、あ、右だったかな今。まあいいや、はい、農家行こう。農家か。農家に夏ちゃんはいなさそうだもんな。はい、じゃあここで一旦休憩します。ありがとうございました。ありがとうねー。